はい、どうも、サンドウェイです。今回はランクを上げるために欠かせないウォーミングアップ、そしてゲーム設定などを、紹介ということでやっていきたいと思います。よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。結構、質問の方で多かったので、もうゲーム設定もちょっと変えたりしてるので、それと一緒に、紹介します。デバイス関連はこの表の通りになってるんですけど、モニターが BenQ の、XL2566K の 360Hz ですね。自分の PC、ガレリアさんから提供されてる、PC なんですけど、めっちゃ FPS 出るので、まあ、360Hz でも問題ないって感じですね。で、マウスが、ファイナルマウスのスターライト12のポセイドン使ってます。あ、で、ミディアムですね。で、他にも、G プロスーパーライト使ったりっていう、もう気分で変えてます。で、今はスターライト12かな。で、マウスパッドは、アーティドンの 0X ソフト。これ、もう GSR-SE から乗り換えたんですけど、めっちゃいいですね。で、キーボードがロジクールの、G プロのロルのバージョンのやつですね。まあ、G プロ X と同じ感じです。で、これ確か茶軸かな。で、イヤホンがシュアの SE215。これはもう、ブルービーズに所属してた時からずっと使ってる、愛用してるイヤホンです。続いて、バロの設定ですね。バロの設定は、ランゲージはまあ、日本語か英語か韓国語、気分で変えてます。今は英語。で、ハイライトカラーはこんな感じ、イエロー。で、感度なんですけど、マウスの DPI が今 800dpi で、バラの感度が 0.315。もうずっとこれですね。もうずっとこれ。もう特に変える機会もないです。スコープ感度1、ADS1。もうここも変わんないですね。で、マップは結構こだわりあって、固定されてない。この、くるくる回転する感じの方にしてて、まあ、ここもこだわりないですね。全体が見える感じのマップになってます。で、下の方ちょっと変えて、敵の死体表示はオフで、血を表示するをオンにしてます。あと、弾道表示ですね、この。これは今、オンでやってます。で、コントロールの方は、アビリティ2のプラスで、サイドボタンの上に、置いてます。で、使うときは、まあ、レーズのブラッパーだったり、まあ、サイファーのケージを投げるときに使ってます。で、あとは、ジャンプをプラスで、ホイール下に入れてます。で、あとは、ホイールを無効化してますね。武器とか、間違って出ちゃうので、ここを、入れてると。で、クロスヘアは、1322を使ってます。これ、気分で、本当に変わって、1422だったり、1322だったり。で、結論、まあ、シアンが一番見やすいので、もうずっとシアンで固定してます。で、ビデオ設定は、まあ、こんな感じ。16対9、オンブースト。で、グラフィックが、こんな感じ。ここもこだわりないので、もう、一番上だけオンにして、全部。最低設定です。まあでも気分でここ 8×とかにするんですけど、まあ自分でもやっててわかんないので 1x にしてます。続いて NVIDIA の設定紹介します。デスクトップのサイズの位置と調整は、こんな感じ。カラーがちょっと自分こだわりあって、デジタルバイブランス 75% のコントラストを50から 25% に下げる感じ。で、これ下げるとちょっと白っぽく見えるっていうか、自分なんかちょっと目優しくなるというか、まあ、ここを上げてる分、まあ、ちょうどいい感じになるのでこうしてます。まあ、真似しなくていいと思います。で、3D 設定は、上から見ると、まあ、こんな感じ。まあ、ここさえちゃんとしてれば、この垂直度恐怖、あと電源管理モードパフォーマンス最大化とか、まあ、してればあとは何でもいいと思います。で、続いて、ウォーミングアップ法っていうか、まあ、ランクに行く前のルーティンなんですけど、まあ、自分はいつもこの訓練場で済ましちゃいますね。で、時間にすると、まあ、10分とか、15分とか、まあ、たまに20分とか、まあ、気分ですね。ただ、毎回行ってることを、まあ、再現してやってみたいと思います。まず、自分ファントム使うんですけど、もう適当にここで鳴らしておきます。適当に打って。こう、なんとなく、音楽聴きながら、適当に打って、ある程度、あ、もういいかなって思ったら、ボット100体打ちをします。で、この角、このテンさんとかがよくやってたやつなんですけど、自分はいつもこれでやるんですけど、まずは、この動かない状態で、もう、こう、エイム合わせるだけ。で、これ普通にワンタップでもいいし、まあ自分ファントムなんで、こう、数点、軽く。で、速さとかを気にしない感じ。まあ気にするときもあるんですけど、初日の一発目なんで、こうゆっくり。早くやろうとすると絶対無理なんで、絶対頭入れる感じ。
まあ、こんな感じですね。で、続いては、まあ、この移動しながら、まあ、ファントムとかはもう絶対死なないんで、こう、ヘッシュを、こう、打ったら、こう、まあ、たまに死なない時あるんですけど、こう、横移動ですね。W とか、S は押さずに、軽く、これを雑談でもいいし、まあ、音楽聴きながら、まあ、この方が、まあ、実践っていうか、向きではあるので、あと、このランク行く前ってやっぱ、寝起きとか、エイム悪いんで、絶対。悪いの前提でやってます、いつも。まあ、こんな感じですね。まあ、こっちでもやっていいんですけど、こうやってエイム調整。ただ自分はもう波動域っていうか敵一人殺して今回近いんですけど、こう遠かった時にこう遠い時のエイムが本当に苦手なので、こういうここでやるとめっちゃそれが練習っていうか現実的な練習できるので、こっちだともう広がりすぎてきついみたいな。まあでもこれも個人的な練習なんで、もう参考にしなくていいんですけど、本当はまあ紹介ということで。であとはなんか満足しなかったらさらに続けて100体とか。またそれこそ、スピードを意識して、早めにこう、やる感じとかとか。あとこれやったら、ランク行こうみたいな感じですね、いつも流れとしては。でもなんかこの時に、たまになんですけど、本当に、ああ、これもう無理だ今日、みたいな時は、まあ焦らず、さらにエイム調整。というか、まあそれこそデスマッチで、今日はエイム鍛えようとか、まあ、あれですけどあります。ただ基本的にはもう、このルーティンやったら、ランクへゴーって感じで。で、ランクの初戦で、まあ、いい打ち合い方できなかったりしても、まあ、2戦目とか3戦目では、まあ、調子は戻るって感じで、パフォーマンスは、安定するって感じになります。あくまで個人的なあれなので、まあ、人によっては1時間 M 調整する人だったり、まあ、2時間とか、あとはなんかその日はもう、ずっと M 調整の日。M 調整っていうか、M 練習かな。デスマッチ1時間こもったり。自分はデスマッチこもるのが、まあ、本当に苦手というか、意識しないとできないので、こういう無意識にできるもの、まあ、ルーティーンというか、するといいと思います。まあ、デスマッチ好きな人は、まあ、デスマッチでもいいし、デスマッチっていうか訓練場好きな人は訓練場って感じでやるといいと思います。こんな感じで、紹介の方終わりたいと思います。まあ、ランク動画も近々上げようかなと思ってるので、よかったらそちらの方を見てください。何かわからないこととか質問とかあったら気軽にコメントの方よろしくお願いします。ご視聴の方ありがとうございました。